皆さんこんにちは。今日は非常に興味深いトピックについてお話ししようと思います。それは認知機能とアンチエイジングです。私たちの脳は私たちの全体の健康において非常に重要な役割を果たしています。そしてその認知機能の健康がアンチエイジングにどれほど関連しているか一緒に探っていきましょう。まずはじめに認知機能について考えてみましょう。認知機能は私たちの脳が情報を処理し理解するための総合的な機能を指します。広辞苑第7版によれば感性に頼らず推理思考などに基づいて事象の工事の性質を知る機能ということです。これには様々なサブプロセスが含まれており、記憶、検討式、遂行機能、日常生活活動などに分けられます。認知機能は知覚、思考、記憶、言語、問題解決など多岐にわたる機能を包括しています。これらの機能が連携しスムーズに作動することで私たちは日々の活動や環境に対して適切に対応できます。百寿者の多くは90歳代まで自立して生活しており、健康長寿のモデルと考えられています。慶応義塾大学医学部百寿総合研究センターを中心に百寿者研究が行われ、642人の100歳以上の高齢者を死亡年齢により100歳から104歳、競技の百寿者群105歳から109歳、超百寿者群110歳まで到達したスーパーセンチナリアンの3群に分類し、認知機能と日常生活活動度の比較が行われました。その結果、100歳時点における認知機能 ADL ともスーパーセンチナリアン超百寿者百寿者の順に高く、百寿者研究においては加齢に伴う認知機能の低下が遅いことが分かってきました。脳内で何が起こっているのでしょうか。私たちの脳は年を取るにつれて少しずつシワが深く大きくなっていきます。これは徐々にではありますが脳が萎縮しているからです。しかし脳は強い代償能力があるため、仮にいくつかの神経細胞が脱落しても残った神経細胞が新たな神経伝達の経路を作り出すため、脳の機能は失われにくいと言われています。また脳の一部には神経細胞を新生する能力のある細胞が存在し、高齢者の脳でも神経細胞の新生が行われていることが明らかにされました。では次に老化とともに認知機能がどのように変化するかに焦点を当てていきます。加齢に伴い記憶力や注意力、問題解決能力などの認知機能に変化が見られることがあります。例えば情報の処理がやや遅くなったり、名前や言葉を思い出すのが難しくなることがあります。加齢による記憶の変化は数分から数日の近似記憶にまず現れ、これからしようとする予定の記憶、すなわち未来の記憶である展望記憶も障害されます。その一方で数ヶ月から数十年の遠隔記憶は保たれています。 MCI の人は認知機能に関して低下を感じている同じ年代の人と比べて認知レベルが低下している、しかし日常生活を基本的には正常に送ることができるという状態を指します。ただし行き慣れている場所に行ったり使い慣れた機械は使えても、新しい場所や新しい機械は苦手になります。認知機能は年とともに低下していきます。 MCI の人は認知機能のレベルが年相応よりも低下してしまっている状態なのです。近年の研究結果により、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満などの生活習慣病とそれに引き続いて起こる脳血管障害が軽度認知障害、そしてアルツハイマー病などの認知症の発症増悪に大きく関わっていることが明らかになってきました。アルツハイマー病では老人斑、神経原繊維変化、神経細胞死が見られ、老人斑は細胞外にベータアミロイドが蓄積したもの、神経原繊維変化は過剰にリン酸化されたタウが神経細胞内に蓄積したものです。神経細胞死は側頭葉、頭頂葉を中心に認められリン酸化タウの蓄積と相関します。血管障害からアルツハイマー型認知症が引き起こされるメカニズムとしては、脳内で産生されたアミロイドベータタンパクを髄液側に組み出す脳内老廃物除去の仕組みが血管障害のために機能不全に陥ることが想定されています。血管障害発症の病態には血管周囲の酸化ストレスとその下流に引き起こされる慢性炎症が大きく関与しています。さらに認知症の危険因子が明らかになってきました。認知症あるいはアルツハイマー型認知症に対する危険因子は単一の因子ではありません。遺伝的因子、社会経済的因子、生活習慣病関連因子、老年症候群等因子のように多数の危険因子が長い人生の様々な時期に関与しています。生活習慣病の関連では中年期の高血圧と高齢期の糖尿病が挙げられています。糖尿病患者では罹患の期間が長いほど海馬の萎縮が進行することなど、糖尿病の認知症リスクに対する重要性が報告されています。先ほどの2017年に発表された修正可能な認知症の9つの因子、教育歴、中年期の難聴、高血圧、肥満、喫煙、うつ病、社会的孤立、運動不足、65歳以上での糖尿病などに3つの新たな危険因子、外傷性脳損傷、過度の飲酒、大気汚染が追加されています。
追加されました。これら認知症に関連する12のリスク要因を避け続けることで発症を 40% ほど予防する効果が期待できるとされています。認知症の中でも特にアルツハイマー病発症は遺伝的素因を背景に先ほど挙げたような環境要因が加わって先行的に発症すると言われていますので、リスク軽減への取り組みは早くから予防効果を発揮し生涯を通じて持続できます。例えば40歳頃から中年期に最高血圧を130以下に維持することを目指します。難聴に対する補聴器の使用を奨励し、過度の騒音暴露から耳を保護することで難聴を軽減します。喫煙をやめ、大気汚染やタバコの副流煙への暴露を減らしましょう。頭部外傷を防ぎます。過度の飲酒は認知症のリスクを高めるため休肝日を設けて飲酒量を制限します。肥満と関連する糖尿病の状態を改善します。中年期、そして場合によってはその後の人生でも身体活動を続けます。最後に生涯学習に取り組み認知機能を維持しましょう。認知機能のサポートは単なる理論だけでなく実践的なアクションと日常生活への取り組みが欠かせません。次は具体的な食事や運動を通じて脳の健康を促進し認知機能を向上させるための方法に焦点を当てていきます。栄養は認知機能と密接に関連しています。特定の栄養素は脳の構造や機能に影響を与え認知機能の向上に寄与します。例えばオメガ3脂肪酸や抗酸化物質は脳の健康に良い影響を与えることが知られています。地中海沿岸の国では高脂肪食を食べているにもかかわらず血中コレステロール値が低く、動脈硬化による狭心症や心筋梗塞、脳血管障害などの冠動脈疾患が少ないことが報告され、地中海食が注目されるようになりました。地中海食で豊富に使用するオリーブオイルは不飽和脂肪酸を多く含んでいること、飽和脂肪酸を多く含む肉の摂取量が少ないこと、野菜や果物などの植物性の食品を摂取するために抗酸化作用が強いことなどが健康にいい理由であると考えられます。その中でもエキストラバージンオリーブオイルに認知症の発症を防ぐ効果があることが明らかにされました。注意すべき点として、各年代における対策は推移します。中年期には糖尿病や高血圧、脳梗塞などの生活習慣病を予防するために太らないこと、つまりメタボ対策が重要となりますが、高齢期に差し掛かると寝たきりや要介護状態を予防するために痩せないこと、つまりフレイル対策が重要になってきます。運動は脳の健康に直接影響を与える重要な要素です。運動は特定の脳領域の萎縮を抑制するだけでなく、脳内のネットワークを正常に保ち代償的な脳活動を誘発することで認知予備力を高める効果があります。最近の研究では、高齢のマウスに運動させ、その結晶を運動していない高齢マウスに投与すると海馬の脳由来の神経栄養因子 BDNF や神経新生が増加し、記憶学習能が向上することが報告されています。運動は様々な脳領域や脊髄において BDNF の発現を増強することが分かっており、人においても運動後に血中 BDNF 濃度が増加することが示されています。運動により発現が増加した BDNF は神経機能の維持や可塑性の誘導に働くことで脳の健康を支えています。身体運動に伴い生じる神経活動が BDNF の発現増加をもたらしますが、こうした脳内の機序に加えて末梢組織から出てくる因子や代謝産物も脳の BDNF 発現に作用することが近年分かってきました。中でもカテクシン B やイリシンなどの骨格筋由来の因子、マイオカインや肝臓由来の GPLD1 ケトン体は血液を介して脳へ直接的あるいは間接的に作用し、 BDNF の発現を増加させることが示唆されており、アルツハイマー病をはじめとする認知症を予防する因子として期待されています。以上が実践的なアクションと日常生活への取り組みについての詳細な説明でした。今日は認知機能とアンチエイジングについて掘り下げてきました。これらの習慣を組み込むことで私たちは脳の健康をサポートし、アンチエイジングの一環として認知機能を向上させることができます。認知機能の健康は私たちが豊かな人生を送る上で不可欠であり、アンチエイジングの観点からも重要なポイントです。運動、栄養の摂取、ストレス管理などを通じて脳の健康をサポートし、アンチエイジングの効果を最大化しましょう。最後にご視聴いただきありがとうございました。もし気に入っていただけたら高評価やチャンネル登録をお願いします。また次回もお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。